さんどうぞ。結構ね難しい字だったんですけどね、間違えなかったね。だって今はお勉強したじゃないですか。ああそうですか。出る前に間違わないでねって、先ほどの方と同じでちょっと噛んじゃいましたけど、おしゃべりだけにしますか。ああそれでもよければ、その代わり層に入れてくださいね。その代わりまあ、例えば100点満点とすると1点ぐらいしかいただけませんけど。いやです、1点減点だったら OK です。じゃあ、はい、そうしましょう。じゃあマイナス1点ということでよろしくお願いします。歌って、いただく曲ははい、原田ゆかりさんという方の歌として歌います、はい、よろしくお願いします。なんかこう音楽に合わせて喋ったんですか。あ、いいえ、歌は語れって言うじゃないですか。歌いすぎてましたかね。ああ、すいません、聞いてなかったですね。やだ、ね、全然人の歌聞かないことにしてるんですよ、まあね、はい、いいです、ね、聞かない方が、はいはい、よかったと思います、はい、とても良かったんですよ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここでちょっとお願いがあります。エントリーナンバー1番から5番の方、ステージの横までお越しくださいました。それでは